永久保存版至極の SF 映画ベスト3、いつでも見返せるようにいいねと保存をお勧めします。第3位、マトリックスシリーズ。プログラマーのトーマスと凄腕ハッカーのネオ、2つの顔を持つ主人公は今生きている世界は仮想現実であるということを知らされます。銃弾を避けるときにのけぞるあのシーン、誰も見たことのない映像を追求しました。第2位、2001年宇宙の旅。謎の石板モノリスに接触したことでエンジンは人へと劇的な進化を遂げ、モノリスの謎を探るため木星探査へ旅立ちます。しかしそこで宇宙船を制御する AI が反乱を起こす。エンジンが骨を投げて宇宙船に変わるという場面転換は今見ても秀逸です。ぜひともご覧いただきたい。第1位、ブレードランナー。人々はレプリカントという人造人間を労働させていた。しかし彼らは次第に感情が芽生えて人間に逆らうようになるんですね。それらを処理する役目を得たのがブレードランナー。荒廃的なディストピアの未来、これが当時新しかったんですよね。あなたの知っている至極の SF 映画は何ですか？コメント欄で待ってるよ。